林氷は、中華人民共和国の軍人、政治家、中華人民共和国元帥、国務院常務副総理、国防部長、中国共産党中央委員会副主席、中国共産党中央軍事委員会第一、副主席などを歴任、文化大革命で失脚した、劉少奇国家主席に代わって、毛沢東党主席の後継者に指名されるが、清掃に敗れて、 ソビエト連邦に亡命する途上、モンゴル人民共和国において登場機が墜落し死亡した。新国の湖北で生まれた。両親は中産階級で小さな織物工場を経営していたとも貧しい農家であるとも言われる。中学卒業後、1923年に中国社会主義青年団に参加。1925年には候補軍艦学校に入り、 中国共産党に入党。卒業後、国民革命軍第十二支要鳥独立連隊で、小隊長、中隊長を務める。1927年の南昌放棄に参加し、成功山で、毛沢東に合流し、調整にも参加した、老農工軍第四軍の英長、団長、第一重隊司令員、紅四軍軍長、紅一軍団軍団長、 公軍大学校長などを務めるなど、英雄的な指揮官として、名を馳せた。国境内戦時代の臨兵後日戦争では8祖父、軍115師を率い、三政省で遊撃戦を指揮。1939年には東部に追った戦傷の治療のためソ連に行き、この時の治療が原因で、モルヒネ中毒になる。1942年延岸に戻り、中央道幸副校長となる。 第二次世界大戦後に勃発した中国国民党との間の国境内戦では、東北民主連軍総司令、東北野戦軍司令員、第四野戦軍司令員として活躍した、1949年の中華人民、共和国成立後、中央人民政府委員、中南軍政委員会主席、第四野戦軍司令員兼中南軍区司令員となる。 1949年末、モルヒネ中毒症の治療を目的で再度放送。朝鮮戦争が勃発すると、毛沢東から中国人民志願軍の司令官に指名されたが、病気療養を理由に辞退し、報徳会が指揮を取った。1951年、中央人民政府人民、革命軍人委員会副主席に就任。1954年9月、 中華人民共和国憲法の制定に伴う政府機構再編によって国務院と国防委員会が設置されると林表は国務院副総理兼国防委員会副主席に任命された。また、党中央軍事委員会委員となった。1955年4月第7期後中前会において党中央政治局委員に選出される。同年9月27日には中華人民。 共和国元帥の一人となり、首都区、法徳会に次ぐ、序列第三位の軍事指導者となったが、十大元帥の中では最年少でもあり、軍閥の寄せ集めであった、公軍時代からの派閥や人脈が生きていた、軍内においては、まだ地位は低かった。特に党に通じる人脈は海無であり、これが、後の毛沢東への接近へもつながることとなる。 1959年7月から8月にかけて開催された路山会議において、法徳会が大躍進運動について、毛沢東を批判したために国防部長を解任された。林平は法に代わって国防部長に就任し、さらに党中央軍事委員会第一副主席に任命されて、軍権を掌握。ソ連をモデルにした軍の成果及び近代化と、国境付近での敵撃滅を主張する。 高徳会と異なり、林漁は毛沢東の自給戦論及び遊撃戦論を支持していた。このような林漁が中蘇関係の不安定な状況の中で軍で実権を掌握したことが後に発生する文化大革命の伏線になったと言われる。文化大革命が始まると毛沢東の軍師として多くの軍幹部を失脚に追い込んだ。また、1959年に解放軍向けとして もう首席語録の編集、観光を明示、1966年の文化大革命の発動とともに、一般向けに大量に出版された。詳細は、林氷事件及び、国家主席の廃止を参照林氷は1958年に、党中央政治局常務委員に任命されて、東北主席の一人となり、党内序列第6位の地位にあったが、1966年の、 第8期11中前会において、党内序列第2位に昇格し、国防部長を兼任したまま単独の党副主席となり、軍政両面の権限を掌握し始めた。さらに1969年の第9回党大会で、毛沢東の後継者として公式に認定された。しかし、劉少奇国家主席の失脚によって、空席となっていた国家主席の廃止案を、 毛沢東が表明すると、林はそれに同意せず、野心を疑われることになる。人民解放軍の放火アシドレートライデント1、E 型期1970年頃から林漂と、その一派は、毛沢東の国家主席就任にや毛沢東、天才論を主張して、毛沢東を持ち上げたが、毛沢東に批判されることになる。さらに林漂らの動きを警戒した毛沢東が、 その粛清に乗り出したことから、息子で空軍作戦部副部長だった林立家が中心となって、権力掌握準備を進めた。1971年9月、南方を視察中の毛沢東が林平らを極右であると批判し、これを機に毛沢東暗殺を企てるが失敗し逃亡。1971年9月13日、人民解放軍が所有する。 イギリス製のホーカーシドレートライデンと旅客機で3回艦空軍基地を強行離陸しソ連に向けて逃亡中にモンゴル人民共和国のヘンティー県イデルメグ村で墜落死した燃料切れとの説と逃亡を阻止しようとした側近同士が乱闘になり発砲し墜落したとの説と中祖関係悪化を恐れた当時のソ連が入国拒否の最終的意思表示として ミサイル撃墜を行った説がある。なお、逃亡の通報を受けた、毛沢東は、雨は降るものだし、娘は嫁に行くものだ。好きにさせればよいと言い、特に撃墜の指令は出さなかったと言われる。死後の1973年に、投石剥奪され、非輪飛行運動が起こされる。1981年の林平4人組裁判では、林氷、 後世反革命集団の闘目とされ、彼が抗日戦争で挙げた選考は歴史から抹消されることとなったが、近年、研究者の間では革命期における軍人、林氷の功績を客観的に再評価しようという機運も起きており、北京の革命博物館の展示でも林氷の名が見られるようになった。中国国内で出版されている実書類でもことさらな否定的記述がなくなったほか、 故郷の古北省など少なくとも5カ所で観光客誘致などのための像が建てられている。また、林氷事件直前に書かれた林氷グループの毛沢東暗殺に関する計画書571皇帝起用に見られる毛沢東は真のマルクスレーニン主義者ではなく公毛の道を行うものであり、マルクスレーニン主義の衣を借りて旗の始皇帝の法を行う。 中国史上最大の封建的暴君であるなどという記述が文化大革命に批判的な見方を示す研究者からも注目されている。ありがとうございます。